はいどうも、まるみキッチンです。今回はパリパリのブリュレご紹介したいと思います。ブリュレっていうとやっぱりバーナーを使って炙るっていう工程が必須になると思うんですけども、やっぱり自宅で食べる時にバーナーなんて置いてないよって方たくさんいらっしゃると思います。そこで今回は自宅にある調理器具を使って簡単にブリュレっぽいパリパリ食感も再現していきたいと思います。しかも今回はこちらを使っていきます。ダダン、バニラアイスと耐熱容器ですね。この耐熱容器にクリームブリュレのクリームの部分っていうかな、あのプルプルの部分を作って、このバニラアイスを使って作っていきたいと思います。では早速材料の紹介移ります。はい、それでは材料の方を説明していきます。まずは今回のクリームの部分を作るにあたって、こちらバニラアイス使っていきます。でそれと混ぜていくのがこちらの卵になります。で今回はバニラアイスを使うので味付けはもう特にしません。なんでこの砂糖とお水はまた後でブリュレ用に使うものになります。なんで実質もクリームはこの2種類の材料だけで作ります。でブリュレのブリュレブリュレブリュレブリブリ言っちゃいましたね。あのブリュレ用にこちらのお砂糖とあとお水、こちらもまた使うポイント後でご紹介するのでご安心くださいませ。ということで材料たった4つだけで作ることができます。では早速調理の方移っていきます。それでは早速作っていきます。まずはこちら耐熱の適当なタッパー準備します。でこちらにバニラアイス入れていきます。よいしょ。適当にこんな感じでスプーンなどを使って移していきます。僕もう今ここだけ見たら何をしてるんか全く分かんないと思うんですけど、まあ、ここからねちゃんとねクリームの部分作っていけるんで、もう一つ一緒に入れていきます。よいしょ。お、いいね。で今回は割とちょっとジャストサイズめな容器を使っちゃうんでパンパンになるんですけど、例えば今からちょっとまだ溶かして混ぜてっていう工程があるんですけど、その間に大きめの耐熱ボウルとかでそこの部分やってもらっても全然大丈夫です。うまっ。はい、では移すことができたので次はこちら、ふんわりとラップをかけてあげてそのまま600ワット3分チンして溶かしていきます。でよくアイスチンして溶かして食中毒とか大丈夫なんですかみたいな質問いただくことあるんですけども、あれは例えば外とかに置いててそのまま溶けちゃって、でバニラアイス自体が傷んでしまうことによって食中毒が起きるので、今回は意図して溶かしてるので食中毒などの心配は大丈夫です。なんでご安心くださいませ。さあさあできましたよ。はい、こんな感じでアイス溶かすことができたので、よいしょ。おお、やば、危ねえ。こんな感じで溶かすことができたら OK です。まだちょっとね固形っぽいの残ってるんですけど全然大丈夫です。混ぜてるうちに溶けると思います。ではですねこちらに卵割り入れていきたいと思います。せい、おー、やば、おーい、こっちもせい、よいしょー。あかん、盛大にクラッシュしてしまった。で投入することができたらこの中でこぼさないように混ぜていきます。卵を潰してあげながら混ぜる感じです。見てくださいこれ、最近買ったんですけど味噌マドラー。これねなんかね物混ぜるのすごいなんか楽ちんでいいんですよね。結構最近お気に入りでお味噌以外にもめちゃめちゃ使ってます。卵とこの溶かしたバニラアイスが一体になるように混ぜていきます。これだけですでに美味しそうですもんね。あ、いい感じ、ちょっと黄色みが出てきたかな。プリンの液みたいな感じになるまで混ぜていきます。よし、オッケー。と周りをきれいに拭いて、まあ、ここでね酢とか気になる人は取ってあげてもいいんですけど、まあ後でまあブリュレしてパリパリにしちゃうんで表面そんなに気にしなくてもいいかなと思うので今回はそのままいっちゃいます。続いてこっちはここまで準備ができたら、電子レンジ移していきます。ラップせずチンします。チンしてあげてる間もし余裕があればちょっとだけこちら見てあげておいてください。結構もう加熱終わりぐらいになってきた時に結構ブクブクし始めるんですけど、ちょっと溢れたりする場合もあるんでその場合はすぐ開けるようにしてください。おー、いい感じになってきましたね。まだあともうちょっと1分ぐらいあるんでもうしばらく様子見ます。今回ちょっと容器ジャストサイズぐらいやったんでなんか溢れ出しそうになってるんですけど、もし心配な方は下に耐熱皿とか引いておくのがおすすめです。ていうか結構大きめの容器でやるのが間違いないかもしれないですね。ちょっと一回膨らんできたんで開けてみます。まだちょっと緩いんでさらにチンしていきます。
とあの説明欄には最終的な加熱の時間を記載するので、そちらを参考にしていただければと思います。よし、どうかな。あーでもええ感じじゃん。おー曇っちゃった。いい感じじゃない。ちょっとこれで向こう行って様子見てみます。はい、こんな感じです。ちょっとこの泡泡になっちゃってるんで、あーまあどうかな。一応このもう加熱が終わった段階で、こっからはあまり硬さが変わることはないので、ここである程度硬さは見てあげておきます。まあでもなんかちょっと液っぽくても、これはこれで美味しいのかなと思うんで、よしとしましょう。ちょっとねこの泡の部分気になる場合は食べてもうて調整してもらえればと思います。こんな感じでね、いい感じに固まってるでしょ、プルプルで。じゃあこのままちょっと一度冷蔵庫で冷ましていきます。おー、また迫ったよー。はい、いい感じにねプリンっぽいものが固まったので、こんな感じですね。結構やっぱさっきはプルプルやったんですけど、ちょっと冷やしてあげるとだいぶ生地も落ち着いてきたかなって感じです。もうすでにこれだけでめちゃめちゃ美味しそう、最高ですね。めっちゃええ匂いしてる。今回これだけやったら、まあ、ただのねちょっとプリンになっちゃうんで、これをみんな大好きクリームブリュレに仕上げていきたいと思います。まずちょっとこの子は一回横に置けといて、はい、続いてこちらフライパン準備します。でここにお砂糖とお水入れます。でちょっとこんな感じで軽くなじませてあげます。まあ、このねドロドロのなんか水っぽいというか、砂糖とお水を混ぜたものが出来上がります。でこっから火を点火してあげます。ファイヤー、すごい。では中火ぐらいからでいいかな。ちょっとねあまり一気にやっちゃうと焦げちゃうんで、まあ、こんな感じでじっくり加熱してあげます。カラメル色になるまでしっかりと加熱していきます。まあ、なかなか温まり遅いなと思ったら、ちょっと火力上げてあげてもいいかなと思います。ただちょっとそのまま最後までいっちゃうと焦げやすいんで、そこだけ身を離さないように気をつけてあげてください。あ、ちょっと色づき始めてきましたね。もうこっから早いんで、ちょっとスピード勝負になってきます。もうちょっとしっかり茶色になるまで加熱していきます。あ、ええ感じになってきましたね。でこれ結構やってる時は煙が出やすいんで、あの換気扇回してやることをおすすめします。ちょっと今回はね動画の撮影があるんで換気扇回してないんですけど、ええ感じかな。おっしゃ、こんな感じで程よく茶色になってきたら一回火を止めて、でこちら先ほどのプリンを準備してあげたら、こっからポイントなんですけど、このこのタイミングで、このタイミングであれやったんですけど、ここからスピード勝負なんです。このカラメルソースを薄く広げてあげてください。ここで厚めにやっちゃうとパリパリの層がめっちゃ分厚くなっちゃうんで、こんな感じで塗り広げてあげるイメージですね。こうすることであのブリュレの独特のパリパリ感っていうのができます。 OK。 はい、それではこんな感じでバーナー不要でバニラアイスでタッパークリームブリュレ完成です。イエイ。はい、それでは早速いただいていきます。いただきまっちょ。見てください、このパリパリな感じ。そうで、ここであまりちょっと分厚くかけすぎると割れなくなっちゃうんですよ。いきますよ。ほら見てください、このパリパリの感じ、めちゃめちゃうまいんですよこれは。では早速いただきます。ほろ苦いカラメルのブリュレの部分と、でレンチンで混ぜて作っただけと思われへんぐらい、このバニラアイスのこのプリンの部分ですね、これがもうめちゃめちゃカスタード濃厚って感じでめっちゃ美味しいです。卵も結構ねしっかりめに2つ入れてるんで、それもあるのかなと思うんですけど、結構卵濃いめのプリンみたいな味わいになってます。でちょっとほろ苦のカラメルソースっぽいこのブリュレなんで、もうなんか店の味ぐらいめちゃめちゃ美味しいです。これもいい感じトロトロでしょ、このプリンの部分も。いただきます。これ幸せやな、めちゃめちゃ美味しい。で今回こちらのやり方であれば、まあ、バーナーを使うことがないんで危なくないっていうのもあるんですけど、でちょっとね先ほどハプニングあったんですけど、カラメルソース作るときちょっと最後の方煙バーって上がりやすいんで、必ず換気扇回して行うようにしてください。今回はちょっと換気扇回しちゃうと、この喋ってる声が取れなくなっちゃうんで、あえて換気扇切ってやってたんですけど、結構煙出やすいんで、そこだけご注意いただければなと思います。
で基本的な調理はレンジでチンして、でそのソースを作る部分だけが火を唯一使うんですけども、まあ、混ぜてチンするだけの部分であればお子様と一緒に作っていただいても大丈夫ですし、最後のカラメルソースの、ね、食べる直前の部分だけは大人がやってあげれば自宅でお手軽にもうお店みたいな、ね、スイーツ楽しめるんで、皆さんもよかったらぜひ試してみてください。じゃあね。